今週は HKT48 が担当、指原莉乃と小玉ハック中、お送りしていきます。ちょっと待って、緊張しちゃって。今からフリートークだよ、ハルピ。小玉ハルカがお送りしていきます。名前噛む？どこで噛んだ今。え、小玉ハルカで噛んじゃう。どこ小玉ハルカのどこがダメだった？わからないです、自分でも。やばい、ちょっと今日緊張してます。今日やばいね。 水、はい、水多めに飲みましょう。水多めに飲めます。さあ、ということで毎週この時間はガチャトーク、はい、ガチャガチャを回して出てきたお題でトークしていきます。さあ、早速ハルピ、はい、これは大丈夫だね、カツレツじゃないから。大丈夫です。じゃあ、来た、出てきた、バラン。今一番欲しいものは、おー、そうだね。どう、ハルピは欲しいもの。欲しいもの、私、先日目覚まし時計が壊れたんですよ。あら。自分の家の。あららら、ら最悪じゃん。だから、すぐ起きれる目覚まし時計が欲しいですね。今のやつはさ、壊れちゃったやつ、はい、音大きいやつ？いや、大きくないです。ちょっとデザイン重視で買っちゃったんで。あら、おしゃれ。電子音がピピピピってなるだけです。あ、そうなんだ。それだけで起きれるの？はい、起きれますね。ママとかに起こされたりはしないです。本当に。はい、私朝得意ですよ。あ、そっか、すっごい早く起きる人だっけ。そうです。ホテルメンバーがすごい嫌がるんだよね、それ。そうです、ね、嫌がられるタイプ。モーニングコールかける人なんで、ね、すごい隣の部屋まで音が渡ってうるさいって言われます。あ、そうなんだ。じゃあ、はい、しっかりしてんだ。しっかりしてます。確かに目覚まし時計ないとね。うん。なんだろう、欲しいもの。ありますか？欲しいものね、なんか優しくしてくれる人。いっぱいいるじゃないですか、HKT にも。いや、HKT の子も優しいけどさ、はい、なんかさ、いつもさ、なんかあったら、すごいマシンガントークじゃん。落ち着いてゆっくり、ね、なんかまったりさ、うん、お茶したりとか。はい。私ね、暇の時にご飯行こうって誘える人、みーちゃんしかいないの、最近。でも行きましょうよ、私と。行け、本当に行ってくれんの？はい、行って、行きます、行きます。行こうよ。行きましょう。みーちゃんとか北原とか大谷とか横山が忙しかったらもう何もできないの、指原。あ、そうなんですか。本当に。そうなの、だから行こうよ。でもさっき忙しいじゃないんですか。何それって急に。いや、だから、ハルピたちも結局さ、はい、うん、あ、なんかやっぱさ、うん、やっぱ責任問題みたいなのあるじゃん。なんかあったら怖いからもう連れ出せないんだよ。だからみーちゃんばっかり連れ出して遊んでんの、さっき。HKT って子供ですもんね。そう、でもハルピ大人組じゃん、割と。そうです、割と。だから、ハルピとまったりトーク。まったりトーク。おしゃれなカフェでまったりトークしよう。さあ、ということで。はい、